9月4日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて23円98銭高い2万飛んで649円14銭でした。日経平均はプラス、トピックスはマイナスで昨日に比べて 3.98 ポイント安の 1506.81 でした。日経平均とトピックス小幅まちまちでした。トピックスがマイナスというところからも分かりますように、東証一部全体では値下がり銘柄数の方が多くなりました。全体の 73% に当たる1587銘柄が下落しました。上昇したのはわずか全体の2割482銘柄となっています。手がかり難の東京市場でありまして、商いも低調さが続いています。今日は売買高がなんとか9億株、売買代金も1兆5931億円と、おととい昨日に比べますとじりじりと増えてはいますけども、それでも1兆5000億円台であります。手がかり難の東京市場でありました。そしてマザーズ指数でありますが、こちらは昨日に比べて 7.11 ポイント安 0.8% の下落でした。日経ジャスダック平均株価は3円69銭安 0.1% の下落と、新興市場も振るいませんでした。そして東京市場、現物市場が終わった後なんですが、ニュースが飛び込んできました。香港絡みの話です。香港ドル円の香港ドルと円の5分足チャート見ていきましょう。東京市場クローズしたあたり15時ちょうどあたりから急速に香港ドルが買われています。例の香港の大規模デモの原因となっている逃亡犯条例ですね、これについて香港の行政庁長官が逃亡犯条例を正式撤回する方向で調整中だなどと現地メディアが報じています。これを受けてデモ、それから混乱が沈静化するのではないかという思惑なんでしょうか。香港ドルがこの時間急速に買われています。このあたり材料といえば大きめの材料ですが、残念ながらといいますか、東京現物株式取引ですね、東京市場の現物株取引の時間には伝わってきませんで、日経平均は今日もほとんど動きませんでした。その日経平均株価の冷やしチャートをご覧いただきましょう。日経平均冷やしです。こちら大まかにおとといですとか昨日の水準を維持した程度となっています。ただ売られてはいませんので5日線はさらにじわりと上方向、そしてこの下落トレンドの25日線とのゴールデンクロスが間近に迫りそうな勢いであります。今日も値を保ったという表現が近いのかもしれません。ただ市場全体を買い上がる勢いは当然ありませんので、トピックスは小幅安で終えています。こうした中、昨日今日あたりマーケットの話題をさらっているのが非鉄金属株の動きであります。5713住友鉱山です。こちら日経平均が停滞気味、足踏み気味のところに比べますと一気に垂直的な右肩上がり、しかも陽線続きとなっていまして、日経平均がまだ達成していない5日線とこのオレンジの25日線のゴールデンクロス、そして今日は5日線とこの青い75日線のゴールデンクロスも双方それぞれ達成しています。今日は住友鉱山は70円高 2.2% の上昇でした。インドネシア政府がニッケルの鉱石の輸出をしないと、これは前々から出ていた話ですけども、その禁輸を前倒しして来年の1月から輸出停止に踏み切るということを発表しています。それを受けて、ロンドン金属市場などでニッケル価格が急騰、こうした東京市場の金属絡みの銘柄にも思惑買いが流入しているようであります。一方で今日冴えなかったのが小売りの一角であります。小売業態は月次の業績発表を行っていますが、例えば7554後楽園ホールディングス、ラーメン屋さんですね、こちら月次の売上高は良かったんですが、構造改革ですとか販促活動を強化すると言っていた割にはなかなか月次の上がりの伸び率が悪いと、マーケットはそうした評価で捉えたのかもしれません。今日は81円安 3% を超える大きな下落でありました。今日の東京市場、東証一部新興市場とも小幅まちまちでありますけれども、現物株市場がクローズした後に香港政府ですね、逃亡犯条例撤回という動きが伝わってきました。今後今夜夕方以降の日経平均先物相場などに影響を及ぼしそうです。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。